はい、皆さんこんにちは、カズエンドです。こんにちは、トクです。応援団全国芸春野球大会攻略ということで、本場ならないキャラのみ出現、お一人様10回限り、まあはい、リセットも28日ありますけども、こんなガチャが来ました。これはでもいいんじゃないですか。いや、でもね、ここ欲しい人はね、ねえ、ただ R 以上なんだよね。これ PR 以上だったらもう、もうみんなもう多分引くんじゃない。ただここで当てるのが私なんです。欲しいところで言ったらモード、そして PSR のアーサーでございます。ここだけ狙っていきたいと思います。まあやっぱりこれいずれ円卓で割とモードアーサーって必須なキャラだと思うんで、はい、まあ、そういう意味ではだいぶいいガチャだと僕は思いますけどね。ここで PSR、SR 狙わなくても、まあ、常設なんで、はい、今後のこと考えたらしっかりストックで貯めておく、うん、そうですね、やっていきたいと思います。そして上限解放まで狙いたい。これは PR かなですね、うん、PR だといいっすね。モードレット、サンキュー。 SR 母体はいます。今ね SR プラス3とかでいるんだよね。だからもしかしたら5になったら、ね、5になったら5になるかもしれないです。やばいですね。ゴーゴーカレー、ゴーゴーカレーです。いきましょう。何すかそれ、知らないの？ゴーゴーカレー。いや、バーモントカレーしか知らないです。ククレカレーは知ってんだろ。知らないです。ククレカレーも知らない。星の王子様は知らないです。いきましょう。そんなこと言ってるからモード来ないんだよ。モード、いやでも PR2 枚抜きしてるからだいぶいい方だと思う。だいぶいい方だよ。 PR が 20% とかだもんね。これも PR の可能性が高い R です。来い。さあこれだと R 以上ですね、この演出は。まあでもモード来てるからまだ、R エースですね、これも。RR モード。クネミね。クネミアは今いくつですか？PSR プラス3っす。これ SR 出んのきついな。いや、まあそうっすね。だから SR 狙いじゃないんだよね、もう本当に上限解放のためのガチャですから。はい。そしてアーサーが一体も出ない。来ました。言えば来る。いや、モード来てほしいなーって言ってれば来るかな。モード来てほしいなー、ね、モード頼むよ。モードモード PSR 来ないかな。モードも SR でいいかな。モード来ないかな。やっぱ言うもんだね。 もっとお願いしてみようか。じゃあと2回モード頼むよ。いやもう PSR モードモードもうちょっと待って、喉痛くなった。頼みますよ。さあ、うん、結果 SR のモードを何体かな。こんな感じですかね。PR1 の PR2 か。これだときついかな。うん、いやちょっときついっすね。これはきついね。今がね、プラス3、そしていないっすね。 PR あれ、PR いたはずなんだが、 R はいないっすね。あれ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 、あ、いた。プラ1なんだよね。これだときついわな。いやきつい。5にならないですもんね。ああ、こっちにいねえかな。あ、いないっすね。いないね。 R はいないっすね。いないね。
だときついっすね多分、うん、PR が1枚に R が3枚来たんですね、うん、2枚かそうですね、どうやっても5にもならない、ね、5にもならないから、まあ、ここはステイですね。そうですね、うん、いやまあちょっといろんな楽しみがあるからちょっと、うんうん、ここはゆっくりと開放していきたいなと思ってます。そうですね、まあちょっとスタジアムの話もする、まあ、後出しでホームラン強いと思うんですよ。この円卓が配信されてから後出しでホームラン、サンタホームランが来て強いじゃないですかこれね、うん、だから多分今後もそういうキャラ結構いると思うんですよ。だからそれで考えるとモードとかもやっぱり後々コンボとか含めいろいろ多分強くなっていくと思うんで。ノーミがそうだったよね。だからね、そうですね、うん、出た当初やっぱりブレインの乾電池にまああの得意練習だったりで、はいはい、っていうぐらいだったじゃないですか。でやる気ね、はい、まあ、解放してやる気もまあありましたけど、うん、それで言うと多分モードとかも多分後出しでなんかいろいろコンボとかいろんなものを含め来るよだと思います。やっぱ円卓やってる感じ強いんで、でそこに今ではあの四季がね補給でうまくあの精神ポイントをカバーしてくれるとか、でも今後やっぱりデッキがもうちょい固まったり必須キャラっていうのが今後出てきてからのあの円卓だから、そうですね、もう少なくともやっぱりルシファー、能見雷潰しは最近ほんとすごい感じるので、そうだね、そこをじゃあ変わって入ってくキャラってなった時にはやっぱりモードあたりは入ってくる可能性は割と高い方のキャラだと思いますので、うん、だ今のガチャとかもまあアーサーもそうですし、クネミヤに関してはちょっと、ね、ちょっとっていうのありますけど、まあコンボは強いですけど、はい、そういう意味では今のガチャとかはすごいまあ今後の解放のためで考えれば良かったと思っています。ありがとう、はい一応これはフォローです。 ありがとう。まああとこのガチャもなんかいろんな人動画で上げてるし、ツイッターとかでも見ると引いてる人引いてるけど引けない人はみんな引けない ね、 引けないですね。しかもやっぱり今のタイミングってそのイベントもあるわけじゃん、スタジアムイベント、うん、あれもあるから一体どこに石を使ったらいいんだって考えるとここなかなか追えないよね。追えないっすね、うん、強いのは間違いないですけど追えないっす。 あとまあ確率がねちょっときついよね、はい、ダイアップとはいえこのサントの格好してるのが5体もいますから。そうっすね、うん、結構周りにやっぱりサンタチを手に入れたとかそういう方結構いますからね。でまだサンタチだったらまだいいよね。そうっすね、うん、それ以外の背後3キャラですよね、うん、あの後ろの列ね、はい、うん、リリース当初とかはねすげえ良かったんですけど、もうですよさすがに。ここはここもなんかやっぱり PSR 引いて50にしちゃう人多いからね。そうっすね、やたら出てますよねこう PSR 多い多い。何なんすかね、何なんだろうね、確率以上になんか出てる気がする。いやでもこっち引いちゃう人もいるだろうからね、PSR でこっち出ちゃったとかね。ありますね、それも見ましたね。うん、違えんだよって言いたいよね。ただ現状もうこの挑戦者大谷に関してはやっぱりルシファーの50より強いと思うんで、50にさえしちゃえば。なるほど、そういう意味で言うとここ50にできた人は勝ちじゃないですか。俺もなー PSR 出たらなー、まあでも別に、まあね、でもやっぱり筋力ボナー精神ボナー強いですね。強い、はい、羨ましいっす。タッグやる気とかじゃないんで、もう今あの最近のシナリオはそれで言うとちょっとルシファーよりは大谷50の方がと思いますね。無限にいけるしね。そうですね、指導筋徳も軽いしね、うん、やっぱ筋徳が強いっす。あとなんかやっぱりその精神的支柱っていうのは取ると試合にも勝ちやすくなるらしいよ。あ、そうなんですか、うん、へえ。なんか本当に勝率で言うと何パーセントか上がるみたいよ。本来の力が 10戦9勝だったら10戦10勝になるよ。なるよ、10戦1勝だったら10戦2勝ぐらいになりますか。なるよ、勝てなかった人は勝てるようになるよ。でも1体だけじゃないですか精神的支柱。じゃあ例えば入れたとして、
それを全部に組み込むってことですか。どうなんだろうね、そうなるとね。1体持ってたら十分なんですかね。1体持ってたら十分です。十分なんですね、うん、オッケーです。もうあのみんなのパワーがねやっぱり増すんですよ、精神的支柱で。多分そういうことにしよう。精神的支柱ってだってそんな10人も何人もいるものじゃないじゃないですか。1人でいいの。1人でいいわけじゃないですか。あれやっぱ精神的支柱だよねみたいなやつって一人でいいんですよ。一人で十分です。だから多分バランスを保ってね、しっかりチームは勝つってためには、うん、むしろ2人以上はダメ。一人だけにしてください。あの逆にマイナスになります。逆にマイナスになります、気をつけてください。ガが強くてみんな巨人みたいになる。4番出し4番出し4番出しみたいになる。ああ、そうなっちゃうね。そうなっちゃうね。だからそれをまとめる監督が大事になるね。そうですね、まあ、監督もしくは縁の下の力持ち、うん、そのどっちかでしっかりバランスを保っていかないと勝てないです。勝てないです。また動画でお会いいたしましょう。バイバイ。